新井監督、ブルペン陣を自慢する。広島は1対3の9回に菊池が逆転サヨナラスリーラン。4番手の堀江敦也投手が2勝目をマークした。劇的な1勝を演出したのは救援陣だ。堀江は走者を背負いながらも粘って15試合連続無失点。今季2勝目を手にした。自分自身は褒められた内容ではなかったけど、なんとか粘れてチームの勝ちにつながったことは良かったです。2点ビハインドの9回に登板。先頭の林に内野安打を許すなど、二死三塁としたところで代打宮崎と対峙した。最初はバッター勝負でと抑えにかかったが、2ボールとなったところで頭の中を整理。点を取られてはいけない場面と最善策を模索した中、宮崎には死球で1、3塁から佐野との勝負。ここで空振り三振を奪うと、歓声を浴びながら駆け足でマウンドを降りた。新井監督は、うちの自慢のブルペン陣。彼らが点を与えなかったので、こういう結果になった。今日もナイスピッチだったと絶賛。徳田はしっかり休ませて、終盤戦に準備した方がいい。9連戦も終わったので、疲れの見える先発陣にリフレッシュ抹消できないかな。堀江は森浦に助けてもらってる部分があるから、なんとも言えないな。昨日もヒヤヒヤだったし。確かに自責ゼロやけど、堀江は巨人戦の丸の同点だがな、あれなければ優勝まっしぐらだったんだが。じゃそろそろ打たれる頃ですね。防御率 0.00 の投手がいるわけないのですから。今季は堀江と森浦とハーンの左3人が強力だよな。リリーフ陣ともう一つ、4点目阻止した忍者矢野の守備。後半に入って打線に勢いがついてきた。救援陣も相変わらず安定しているし、駒も多い。昨日の勝ちはでかい。来週、初めのドーム3連戦の結果次第では、今年のセリーグ優勝の行方が見えてきそう。昨日の2点ビハインドで登板した3人の左腕、他球団なら勝ち場で登板するレベル。本当に層が厚いです。当たり前のように防御率1点台のリリーフがゴロゴロ出てくる、しかもビハインドで、その噂腕で。安心してください。抑えますよ。